戦闘を再開します。悲しいけど、これって戦争なのよね。負けるってのは僕の趣味じゃないんで。なめるなよ、僕にだってやれるんだ。連邦の虫けらが、我ら選ばれたジオン国民こそが人類を救うことができるのだ。何を言うか、ザビ家の独裁を目論む男が何を言うのか。周りに民間人は、できる限り助けなきゃ。もう大丈夫です。危険は回避されました。
お前はよくやった。しかし私に戦いを挑んだ時点でお前は負けていた。赤い稲妻の名、胸に刻み込んでおくんだな。アムロに勝ちたい。僕だって。僕にだってできるんだ。識別を確認。攻撃します。軍人っていうだけで男勝りと思わないでよね。武器を捨てやがれ。蜂の巣になりたくなかったらな。
えとけ。最後に勝つのはこの俺だ。ホワイトディンゴのレイヤー、君とは同郷の出身なんだ。よろしく頼む。言わなくてもいい。分かっている。俺たちはここでは肩身が狭いからな。お互い頑張ろう。この蛇が頭の中でのたうつような感覚は。なめるなよ。僕にだってやれるんだ。
僕にだってできるんだ。こちらファング3、守りきれそうにない、なんとかしてくれ。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。軍人というだけで男勝りと思わないでよね。油断すると足元を救われるかもしれんな。給料をただ取りするわけにはいかんからな。この落ちろ落ちろ。報告します。グラナダからの増援部隊と思われるグア人を撃破しました。生存者のジオン兵から得た情報から、やはりキシリアザビが登場していたようです。なぜキシリアが青枠。予想外の事態ではあるが、偶然にも厄介な敵を倒すことができたようだ。